皆さんこんにちは、前田明美岡場です。シルエットをちょっと見ていただきたいんですけども、男性の方がゲストで来ていただきました。 T1 グランプリの優勝されました一夜さんでございます。どうも一夜です。あ、こんにちは。ネイルをしに来てくださったんですよね、今日は。はい、はい、そうです。ありがとうございます。今日イベント前にサロンに来ていただきまして、うん、ネイルをされてから今日イベントによる行かれるんですよね。そうなんです。はい、ということでお土産をちょっといただきまして、よいしょ、何でしたっけ、これがしょっぱい系。そう、しょっぱい系、しょっぱい系の伊勢海老ですか。高タンパクでカルシウム豊富なやつ。はい、これはね、僕も食べたことあります。あ、ありますか。美味しい。これは美味しい。名古屋のお土産ですよね。はい、名古屋から来られてるんですよ今日。ありがとうございます。あとこっちもいただきました、ありがとうございます。多分、はい、甘い系なのかな。甘い系で、なんか、はい、一番売り上げいいですよみたいな老舗のやつです。こっちは岐阜のね。あ、こっち僕も岐阜なので。あ、そうか。活動は名古屋で活動で、はい、住んでるのは岐阜なんですよ。もう隣のね。岐阜隣なんですね。もう岐阜ってほとんど名古屋です。はい、岐阜ってほとんど名古屋。そうそう、もうあの地元の人たちはもう、はい、植民地だって言ってもはや植民 地, 植民地。あ、はい、そちらの、有名なお菓子をいただきました、ありがとうございます。はい、ね、一夜さんといえば、たくさんのあのね、去年 T1 グランプリがありまして、うん、でそこの優勝されはったんですけど、まあ、私はもう敗者復活の方で、うん、終わってしまったんです。惜しかったです。 ありがとうございます。そこからのね、ご縁で今こうやって来ていただきまして、うんうん、今日はあの画像をいただいてるんですけど、その画像をモチーフにしたネイルをちょっとお任せさせていただこうかなと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ手を失礼します。で、今日あの皆さんね、ピーオフを使おうと思ってます。自分で剥がせる系のやつを使おうと思うんですけど、ペロリね、ペロリンを使ったもので今日はちょっとやっていこうと思います。で、普段はマスクするんですけど、ちょっと一夜さんとおしゃべりしたいなということで、マスク外した状態で、ネイルをさせていただこうと思いますので、ご了承ください。私ね、聞きたいこととか、うん、いっぱいあるんですけど、で一夜さんの初めて会談を聞いたのはまず YouTube じゃないですか、うん、あの T1 の予選なんですけど、うんうん、次に一夜さんの会談を聞いたのがあの会場やったじゃないですか、はい、決勝大会の決勝大会ですね、はい、うん、あの時私会場にいたんですけど、うん、すごい後ろにいたんですよ、うん、なので物理的な距離が遠いじゃないですか、はい、でもめちゃくちゃ怖かったんですよ、うん、普通に鳥肌とかすごい立ってて、うん、怖すぎて。で、今日物理的にこの距離じゃないですか、うん、近いから、ね、近いから、うん、私大丈夫かなと思って、その怖さに耐えれるか心配で。舞台でマイク通しての声と、うん、これで普通喋る声とまた違いますからね。あ、違います、うん、まだ違います。マイク通しての方が音圧かかるからいいんですよね。あ、そうなんですか、うん、自分がどれぐらいの音圧で喋ってるかも分かるし、うん、音圧か変わりますよ。全然気にしたことない。なんか大きな声を出すじゃなくて、はい、なんかこう圧、こうグッとこうかける圧が。マイクがあると？マイクがあると、それが自分がどうなってるか分かりやすい。なるほど。じゃあもしかしたら私はこの距離で聞くけど、意外と耐えれるかもしれない。全然大丈夫と思います。私タックさん推しなんですよ、うん、そう、推しで、うん、言うたら推しの動画に出てはったじゃないですか、はい、でその時のお話のやつ見たんですよ YouTube、うん、でそれもこれも懸念点なんですけど、うん、あの生き物のお話、うん、あのお面の、うん、ちょっとだけ話してほしいんですけど、うん、あの話を聞いてた時に、はい、手触るじゃないですか、うん、ネイル、うん、私怒られへんかなと思って。あ、一年の方に、いや見たら怒るかもしれないですね。ちなみにちょっとだけ話してもらってもいいですか、あの方の話。 あの人の話ですね。あの人です。僕がその北海道札幌市で怖い話の朗読、当時はまだ朗読だったんですよ、語り踏み直した朗読を聞けるバーっていうのをやるってなった時に、それまで怪談朗読はずっとやってたんですよ。で、いざ
リアルの方でやるというので、僕全然その札幌すすきのでね、お客さんを呼べるっていうようなのがなかったんで、ちょっとアカウント作んないとなと思って、で一夜っていう名前の今使ってるアカウント、それを用意して、で、まあ、こういうお店やりますみたいな宣伝してる時に仲良くしてくれた女性の方がいて、でその方はこのお店を始めますっていう時に、住んでるところは北海道じゃないんですよ、東北の方に住んでるんですけど、そこから月に1回は来ます。でもう自分は病気やっちゃって全然お酒飲めなくなっちゃったんだけど、スタートの時間からラストの時間まで入り用にしますみたいな、そんなのを言ってもらえたらもうすげえありがたいなって、全然お客さんがどれぐらい来るかとかも分かんない状態じゃないですか、だからありがたいと思って、まあ、DM でやり取りをしてたんですよ、ずっとね、で僕は僕でまあ北海道ってスリラーナイトっていうのが今大阪にもできましたけど、スリラーナイトをそれがあったりするんで、そこの常連さんみたいな、はい、大丈夫、聞いてください、そういう人たちをフォローしたりとかして、どん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 フォロワーが増えていって、で、まあ、女の人とかとも返信でやり取りとかするじゃないですか、そしたらそういうのとかもあんまり良くないですよみたいなのをその人が言い出して、自分は DM で裏でおはようございますみたいなとかやってんのに、はいはいはい、でこの人もなんかちょっと面倒くさいなみたいな感じになって、であんま絡まないことにしたんですよ、徐々にね。したら人が増えて私を踏み台にしたみたいなことを言い出して、でまあアンチになったんですよね、僕の動画とかに低評価めっちゃつけたりとか嫌なコメントとかしたりとかっていうので、困るなと思ってもう一回連絡取ったんですよね。でなんかちょっとそうやって来るのとかが怖くなってましたと、でまあ見てもらう分にはいいけど、もうこうやってね個人的に連絡するのはやめにしましょうというふうに、まあ、言ったら、まあ分かりましたって、私のこと怖くなってたんですねみたいな、で、ああ分かってくれたかって思ってたんですけど、当時ツイッターですよね、今の X のやつでマシュマロっていう匿名で送れるやつ、質問が送れるみたいなのがあるんですけど、それに匿名でね送ってくるようになったんですよね。で、まあ、その人何々だにゃんみたいな、なんか、まあ、僕よりも上ぐらいの年齢の人なんですけど、ちょっとその猫的なあれをする人で、それで、あ、絶対こいつじゃんみたいな、もう連絡すんなっつってね、分かってねえじゃんみたいな。で、定期的にその後また誹謗中傷みたいなコメントをしたりとか、そういうので、そういう人って許す、見守るで、また攻撃するで、許すっていうのをずっと繰り返すと、まあ、いうのがもうよくよく分かったんで、もう無視するしかないなというので、もう完璧に無視するようにして、でようやく、そこでようやくなんですけど、このお店週1なんですけど、週1回その場所借りてやるっていうのをオープンってなった時に、その初日に宅急便が届くんですよ。でそれがその人なんですよね。で、わ、なんでわかるのって思ったんですけど、そんなの僕が普通にその宣伝でどこどこでやりますっていうのを住所も出してやってるわけですから、なのわかるんですよね。で、まあ、中開けてみたら狐のお面が入ってるんですよね。で、わあ、ちょっとなんか手紙とかも添えてあって、私は怖くないよとか書いてあって、怖い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 、いや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 って思いながらで、
その狐の模様もちゃんとしたやつなんですよ。はいはいはい、なんで、うん、もうどうしようかなって、結構いいもんだぞって2万しないぐらいのちゃんとしたやつなんですよ。多分見てる方もね、その狐のお面とかで、うん、高いの検索したら出てくるんで、はい、あこういう感じかって分かるかもしれないですけど、うん、いやでもいいものっつったって、そんな人からもらったやつ家に置いとくの嫌だなって。でも今この借りてるところ、怖い話が聞けるバーだから、まあ、置いとこうかな、うん、それでその L 字になっているカウンター、そこの奥入ってすぐ見えるところに狐の面を置いとくことにしたんですよ。で、まあ、こういうことで来たやつなんですよみたいな話にもなるわって。でそれで、まあ、3、4ヶ月ぐらいした頃ですよね。だいぶ常連って言えるような人も増えてきて、でその中に僕がママさんって呼んでる人がいて、その人札幌すすきので実際にママをやってるわけじゃないんですけど、すごい貫禄があって働いてはいるみたいな、スナックで働いてるみたいな人で、で定期的に遊びに来てくれてたんですけど、その人めちゃくちゃ霊感があって、僕そこのお店で1時間に1回怖い話するみたいな、そういう形でやってたんですけど、もう今日こんなの見てさとか、簡単なとこに子供座ってんのが見えたのとか、そういうのをこう言ってきたりして、なんなら僕がその話を聞くことが多いぐらいの人だったんですけど、その人が飲みに来てて、でトイレが共同なんですよね。お店を出て使うタイプのところで、でトイレに行って戻ってきた時に、なんかちょっと変な動き、こうなんか止まるみたいな、うん、みたいな動きをしてて、でどうしたかなって思いながら、おしぼり、ね、戻ってきたんで、またしてどうかしましたって聞いたら、なんでもないって、すごいもう目を泳いでるんですよ。いや、なんでもなくないじゃんって思うんですけど、変にやっぱそこで、いや、なんでどうしたんですか、どうしたんですかってみたいになるのって良くないなと思って、で、まあ、話変えて、で、まあ、楽しくお話しして、ママさん帰ってって、でそろそろお店閉めようかなっていう時にスマホに連絡が入って、それ見たらママさんなんですよね。で、ああママさんと思って、忘れ物かなんかしたかなと思って、で電話出たんですよね。じゃあ、みちやくん、ちょっと言いそびれちゃったことがあって、あ、なんすか？聞いたら、ね、今回のことと、それより前のこととあるね。まず、じゃあ、前のことから言うね。私が別の日にね、遊びに来たときに、ね、入り口開けてね、そしたらね、狐の面の後ろのとこからね、女の人の生首が出てたの。で、一夜くんのことをね、その生首が見上げてたんだよね。で、私に気づいて私の方を見ながら、狐の面の後ろに隠れてると。で、まあ、札幌すすきの盛り場だから、そういう変な例とかもまあいると。当時僕も今よりね20キロちょいとかで痩せてたんで、男前である程度してたんで、それでまあ男前だなと思って見てたんだと思うと。あ、そうなんだ。でね、今日なんだけどってトイレから戻ってきた時にね、狐の面から出てた生首の女の人がね、一夜くんにグリグリグリって巻きついてたんだよねって、腕をね伸ばしてグリグリって巻きついてて、でね、そのね、一夜くんのね耳元のところでね、ずっとあーって叫んでたんだよね。でね、一夜くんを離さないって感じでね、そのグリグリって巻きつけてた手をね、こめかみのところにズブズブズブってまめり込ませてたんだよねって。一夜くん、
頭痛いとかそういうのあるでしょうって言われて、実際僕ねそのお酒飲んだりとかでお店やって3ヶ月とかで頭偏頭痛的な頭の痛さがあったんですよね。で不思議なことに片方だけだったんですよ、右側だけズキッと痛むみたいな。で定期的に右の耳だけ耳鳴りがするみたいなのもあったんですよね。だからそれは完全に生き量のせいだった。でまあそのこういう女の人だよみたいなのを言われて、あ絶対あの人だと、僕もその見た目をね、その人の見た目知ってたんで、あ絶対その人だ、その人心当たりありますと。もうね、あの気持ちがね、そのねじれてねじれてね、近くにいたいみたいなので、もうね抱きしめて、もう蛇みたいになってるんだよねみたいな話をされて、でいやこれどうしたらいいんですかって、生き量ですよね、そうそう生き量、それなんかお祓いとか行った方がいいんですよね、いやあのねお祓いしてもね相手の気持ちが残ってる限り何回でも簡単に来ちゃうからねって、で一役物もらってるでしょうって、それで繋がってるから簡単に来るからねって、でもね生き量をね近づけなくする方法っていうのがあります。で一役君はその守ってもらう器が大きいっていう言い方をしてたんですけど、器が大きいからちょっと試してほしい方法があるって言われて、じゃあちょっとそれ試しますって言って教えてもらって、それ2週間ぐらい続けたら本当にその頭痛がなくなったんですよね、うん、で、まあ、ママさん来た時に、いやママさん本当ありがとうございましたって、頭痛とかなくなりました、でああよかったよかったって、ちょっと、質問なんですけど、肥料僕に今近づけないわけじゃないですか、うん、それって気量怒ったりとかしてないんですか？聞いたら簡単なことをチラッと見て、うん、あのねもう今もいなくなっちゃったんだけど、あのね気量怒ってると思う？いや思いますよ、だって近寄れないんだから、いやそんなことないんだよ、あのね一役のことをねそのじっと見てたのも、抱きついてグリグリってやって頭にね指めり込むぐらい抱きしめたのも、耳元でああって言ってたのも、もう全部全部全部一役に気づいてほしかったからね、そのせいだからね、だからね今日見た時も満面の笑みだったんだよ。僕その定期的に気量を近づけなくする方法というのを一生続けていくと、ね、生きるもね飛ばす方も飛ばされる方も一生ものだから気をつけましょうと、そういったお話でございます。ありがとうございます。こうでも作業しながらだからそんなあれじゃないですか、こっちにすごい集中しようって思いますけど、でも聞くでしょ聞こえてるじゃないですか、ずっとやっぱ怖いな、やっぱこの距離で聞くの怖いなってめっちゃ思い出が聞いてましたけど、うん、やっぱりこう依存してしまう女性の念ってやっぱすざましいじゃないですか、うん、やっぱりなんかこの男性には言わんけど女子同士で話すと結構ごっついこと言ったりするんですよ。だから私今日これ触るの大丈夫かなって思って、見てる時点でね、あ確かに見てる時点で別にいいけどって言いながら気にしてんじゃんってなるんで、うん、多分飛ばすでしょう ね、 飛ばしますね、飛ばせば飛ばすほど相手もあの精神的にとか不安定になったりとか、うん、疲れたりとかするって言うんですけどね、うん、でも飛ばしたいのがしょうがないですよね、自分の意思とはもう関係ないところで飛んでるんですかね、うん、そうみたいですよ、まあ、ちょっとした念とかだったら簡単にねあれいいなとか、はい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 、そういうのとかって簡単に飛ぶって言いますよね、まあ、そんなのってまあ弱いんだろうけど、うんうん、かなり強そうですよね、うん、その人に関しては
僕は階段魔王になる器だと私は思ってますって。階段魔王。ずいぶん前の段階で階段魔王で、自分はその一番の使い魔でありたいと思ってますみたいな。すごい表現ですね。社内伊佐さんがイケメンなんで。当時はね。もうアマンスで受け入れていただいて女性の。私階段さんってめっちゃモテるイメージがあるんですよ。モテません？階段師さんって。どうなんだろうな。なんかミステリアスな雰囲気はやっぱ出るじゃないですか。おしゃべりの内容とかも。女性ってやっぱミステリアスな男性、魅力的な方多いと思うんで、みんなモテんねやろなってめっちゃ思います。そうです。モテる人はモテる。大体そのなんか押してくれるみたいなのは、多いのかな。僕はでも。僕だけ押してるみたいな人って聞いたことないですよ。そんなに？それはなんか一応何人かわーっている中で、はいはいはい、なんか山優さん、七不思議さん、で一夜さんみたいな、なんかまあギリギリ入ってるみたいな一夜さん単押しみたいな人って僕は、はい、今になってからは聞いたことないですね。その始めた頃、最強戦準優勝とかってした頃は、はい、痩せてて、そういう顔パンですみたいな僕のことを言う人も結構いたんですよ。顔パンです、声パンです、顔パンです、はい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 、っていう人たちがいたんですけど、コロナで太っていくにつれて、そういう人たちはどんどんいなくなっていったんですよ。一夜さん、多分じゃあ痩せてない時から知り始めたと思うんですけど、体大きい方がなんか怖く聞こえます。いや、それはね、僕もその、当時その最強戦準優勝ってした時、それが僕のルーキーイヤーだったんですよ。はい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 。で、まあ、その年に、そういうギリギリ惜しいところまで行って、で、その時が一番その良かったじゃないですか。一番語りが上手だったのかなみたいな、いうふうに思っちゃった時期があったんですよ。結構ね、長く。でも一回休んで復帰するってなった時に、一番最初に何をしたかっていうと、自分の語りを真似しようと思ったんですよ。良かった時の自分の語り。なるほど。で、最強戦準優勝した時の語りとかも同じように語ってみたら、いや今の方が変わったのか、って思ったんですよね。ちょっとずつ年取ってるからわかんないけど、ちゃんと、3年4年って続けていくうちに、その当時の自分よりも怖く語れてるんですよね。で、その太って貫禄が出たとかっていうのもあるし、当時はね、顔芸みたいなのが全然、少ないですわ。当時のやつ見てたらスマートです、語りが。今はある程度顔芸ありの怪談師みたいな、顔で説得力出すみたいな、そういうのもできてきてるんで。確かに表情ね、なんか私、そう言いたかったんですよ。直接言いたかったんですけど、一夜さんの怪談を聞いた時に、何かの感動と似てると思って、何やったっけ、何の時にこの同じ感動を覚えたかなと思ったんですけど、専門学校の時の、研修っていうか見学で劇団四季見に行ったことあるんですよ。1回だけ行ってライオンキングを見に行ったんですけど、あの時のこう終わった時の「はあすごい!」みたいなのと全く同じ感情になったんですよ、伊沢さんの会談で。だから劇団四季だってなって劇団四季やと思って、この感動はいいな、階段生で聞くのいいなってめっちゃ思いました。そこ言いたかったんですよ、めっちゃ。ああいう舞台って、あの時千何百人とか来てるじゃないですか、で、僕の語りってもともと一番最初その語り始めた頃って、なんか、うまいけど怖いっ
とはちょっと違うよっていうのを稲川淳二さんに言われたんですよ。なるほど、うん、小手先だけというか、はい、うまいけど怖くはない、だから そういうのちょっといろんな方がいるから見て勉強したらいいよっていうふうに言われて、でやっぱ作り込みすぎると満足度は上がるんですけど、うん、だけどちょっとね、うん、あのこうやって対話するとき的な、はい、あの怖さがなくなるんですよね、うん、劇をただ遠くで劇を見てるみたいな、で そうなるとその見てる人を置き去りにしちゃうんですよね。劇見るときって別に自分が入って、まあ、入っていく劇もあるかもしれないけど、うんうん、やっぱ自分はお客さんって感じでただ聞くだけみたいな、うん、いろんな人がいっぱい聞いてる中で自分も聞いてますみたいな感じになるんですけど、うん、それをその自然な語り、その作り込んだやつから崩すっていうのを結構それからやるようになって、すごく難しそうですね。わざと、はい、まあとかそれでとかっていう言葉を入れたりとか、あー褒めたハブった方がスマートっぽく聞こえるのに、うん、そうなんですよ、余計な言葉なんですけど、そういうのを他の怪談師の方々は気にならない程度に自然に入れてるんですよね、うん、それでとかでとかでも、あーとか、うん、とかは絶対に入れてなくて、入れていい言葉と、はい、入れた方が自然になる言葉があるっていうのが、はい、いろんな人のを書き出したんですよね。はい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 、はい、したら分かって、であとは言い終わりの部分を何々なんですよとか何々なんですねって、それが多分お母さんっぽいっていうのが、うん、多分自分が言われてるような気持ちになるんですよね。確かに何々なんですっていう言い終わりよりも語りかける感じになるんですよ。っていうのも自分なりに考えて、でやるようになってからやっぱ自分に語られてるって思う方がやっぱり怖いなって思う気持ちが増すみたいで、そういうのでやるようになってから、この聞いてる途中で嫌な顔をするとか顔をしかめるみたいなね、そういう表情をされることが多くなりましたね。すごい有益なこと。多分これあれですよ、次 T1 とか出ようと思ってる方とか怪談師の方とかめっちゃありがたい話聞いてるんちゃいます。これあのね、はい、最近、はい、執筆したノートの、はい、怪談語りの極意みたいなやつ、はい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 、ノートで出したんですけど、それの中で言ってるようなことです。いいんですか？いや、全然いいんです。いいんですか？ちょっと。もうだって あれって、はい、まあ、アドバイス付きって言ってるけど、はい、価格2000円なんですよ。あ、まあ、読み物にしては全然高いじゃないですか。いや、でも有益ですよ、かなり。だから、仲いい人はみんな、それで、ああ、そうなんだって取り入れるところがあったら取り入れてくれたらいいし、いや自分はこう思うからこうするって思えば、それはそれでその人の個性になるから、うんうん、優しい。北海道にはいつまで行ったんですか？ね、もう3年前ぐらいまで、結構最近まで、40歳ぐらいまでいましたかね。そうや、そう、一夜さん40半ばなんですよね、うん、さっき聞いてびっくりしましたわ。見えないですよね。で、心霊写真的なの撮れたこととかないんですか？ほんとね、うん、僕じゃないんですよね。一緒に行った人が撮れたみたいなのあって、大島テルで、はい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 、札幌の、ね、カラオケ屋で、はい、昇進自殺があったみたいな、でもそれ本当かも分かんないんですけど、はいはいはい、そうやって書かれてるカラオケボックスがあって、はいはい、そこ今でもあると思うんですけど、はい、そこにそのオカルト仲間で、うん、入ったら焦げ臭い匂いがする部屋があるらしいみたいな。なるほど。その大島テレで書かれてるって。はいはいはい。で、ちょっとみんなで行ってみようって言って、そこ行ってみたんですよね。うん、で、2階だって言うから、2階の部屋にしてくださいって、店員さんに言って、あ、はい、わかりましたみたいな感じで。
で2階に行ったらなんかねちょっと変なんですよ、はい、の店の中が、はい、うん、エレベーター降りてすぐの横にあった部屋とかはドアノブがないんですよね。変でしょ。変ですね。でそのドアノブがない部屋から左に折れる形で奥まで部屋があるんですけど、もうね、全部の扉が開いてて、ですげえ大音量で音が聞こえるんですよ。ダムプラスみたいなのあるでしょ。はいはい、ああいうのがもうすげえ大音量で全部の部屋から流れてる。はいはいはい。で、うるさいね、こんなとこあるみたいなのを言いながら、で奥まで行って、はい、で奥のところでも監視カメラが外されてるんですよね。なんで？監視カメラのあった場所でネジが外されて監視カメラがなくなってて、はいはいはい、で変だねって、うん、行って中に入ってでちょっと他の部屋に行って、うんうんうん、スマホでみんなで順番に写真撮りに行こうかとか、はいはいはい、まあ、そういうことをやったりして、まあ、それでは何も映んなくて、うんうん、でこれからどうしようか言ってたら、はい、すごい霊感ある仲間内の人が、うん、ちょっと一夜くんと僕私の間、うん、ちょっと写真撮ってって急に言い出して、うん、でいいよって言って写真撮ろうとした人がいたんだけど、うん、丸々さんじゃなくてこっちの丸々くんちょっとお願いって言って、うん、撮る人も霊感強い人だったんですね。はい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 、はい、でその人が、うん、じゃあ撮りますって言ってピッてデジタル一眼レフ、うん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 、割といいカメラですよね、うんうん、それで撮ってですぐにその人もあなんか今映ったかもで撮った瞬間言ったんですよね。その液晶とか見るんじゃなくて、うん、撮った瞬間にあ今なんかちょっと映っちゃったかもって言って、うんうん、で確認してって言ってみたらその横にいた人、うん、僕とその撮ってって言った人のもう一つ横にいた人、はい、その人はめちゃくちゃ透けてたんですよ。全身透けてる。透けてる。全身透けてる。後ろのソファーが透けて見えてるんですよ。完全に透けてますね。完全に透けてる。で、あ、こんな感じで映ったか。ちょっと私とね、日夜くんの間に、うん、幽霊がいて、うん、でだからちょっと試しに撮ってほしかったんでねって霊感がある人に撮ってもらった方が映りやすいからとかって言って、で撮る瞬間に横にずれたんだねみたいな、うん、なるほど。で霊感がある人ってなんかそういうのも、うん、分かるんだな確かに。で今ここ撮ってって言ってなんか映るとかってまあテレビでもまあ聞くは聞くじゃないですか、うんうんうん、でもあこんなに本当に映るんだと思ってしょっちゅうそれ言うわけじゃないんです。その時だけへえポロッとそうやって言ってやって撮れたんですよね。でねその映った人ね、はい、霊感が全然自分でないって言ってて霊体験をしたい、うん、霊体験をしたいってずっと言ってる人だったんですよ、はいはいはい、透けちゃった人がね、うんうん、それでようやく夢が叶ったねよかったねよかったねって全然霊感ないんですよ、うん、霊感ないんですけど、うん、霊感ある人に霊感あるよって言われるタイプなんですよ。あでどこがってなるんですよ。鈍感なの。霊感あるけどどこがああいうのってのは気づきなんですよね、はい、細かかったりとか、うんうんうん、神経質だったりとか、うんうんちょっとしたことでパッてなるみたいなそういう人がやっぱ気づきやすいですよね。そのタイミングでね。なるほど、うん、じゃあ見えないな。大らかだったり、はいはいはい、大雑把だったりあ、うん、豪快だったり、はいはいはい、するとちょっと気づきづらい、はい、そういったことに見えないですね私残念ながらやっぱり一夜さんといえば階段じゃないですか。はい、あちょっと私の知らない一個話を聞かせていただきたいんですけどいいですか。階段何がいいかな。
知り合いの、うん、のおじさん、知り合いのおじさんが奥さんと死別したんですよね、うん、でその人、このおじさんというのが不動産関係の仕事をしてて、うんうん、で一つすごくその面白い物件があると、うん、で自分で物件として持ってるんだけど、これはもう他の人には貸さない、もう貸さないで持ってる物件があるみたいな。で結構その体験者さんがそのおじさんと仲良くしてる、まあ、おじさんが構ってくれてるというか、うんうんうん、仲良くしてて、でこのおじさんがちょっとそこに泊まってみないかみたいな、すごいところなんだよみたいな感じで言ってきて、でそこに泊まることになったんですよね、うん、数日泊まるんですけど、そこで、まあ、近くのコンビニとかで、まあ、飲み物とか食べ物とか買って、でもういざ寝るんですけど、そしたらね、夢の中にその不動産やってるおじさんが出てくるんですよね、うん、でおじさんと、まあ、いつもの感じでお酒飲んだりとかしてて、でおじさんと一緒に居酒屋から出てこう歩いてるんですね。でおじさんが前を歩いて、で自分は後ろからそれをついていくんですけど、おじさんのこの盲点の部分に自分は持ってる、どういうわけか持ってるアイスピックを盲点にトンって刺すっていうところで夢が終わったらしいですよ。変な夢だったなってめちゃくちゃ汗ダクダクの状態で起きて、何なんだろうって。で次の日は次の日でまた寝て、したら夢見るんですよ。今度はおじさんと一緒にドライブをしてて、でおじさんと楽しく話をしてるんですけど、また自分が持ってるアイスピックで運転してるおじさん、ニコニコしながら運転してるおじさんの耳をトンって刺してで、うん、夢から覚めるんですよね。連日そんなこと起きるなんておかしいじゃないですか。でその話をおじさんにするんですよね。そしたら、あ、お前も見たかって言うんですよ。お、あそこな、大事な人が死ぬんだよ。だ、お前は俺のことを大事って思ってくれてんだなって、いや嬉しいよ、いや嬉しいなっておじさん言うんですよね。で、殺してたのお前だろ、俺な、俺も見るんだよ、死んだ嫁さん殺すんだよな、泊まるたびに殺すんだよ、でも俺嫁さんのこと大好きだったからさ、殺す夢でも一緒にいられるの嬉しいんだよ、だからあそこは絶対手放さないって、そういう物件があるんだそうです。え、怖い、鳥肌、鳥肌怖いよ。見ます、追いかけられるとか、蜂に刺されそうなみたいな、蜂めっちゃ来んじゃんみたいな、やだ怖い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 って、刺されたことないからからこそ怖いよみたいな。怖い、私なんか、なんか夢ある日夢見るじゃないですか、うん、でそれが例えば街やったとするじゃないですか、うん、じゃあそれを街の風景を10年後ぐらいに同じ街で別の物語で見ることがあるんですよ。おー、そうないですか、なんかあれ、この街何年か前に見たなみたいな、で物語は全然違うなみたいな、うんうんうん、でその街は本当にある街ですか。ないです。あ、それも僕もあります。 あります、うん、その夢だけである街とか、うん、夢だけで行く遊園地とかありますよね。夢の中で見る、うん、すげー高速のエレベーター、ガッツリ落ちるんですよ。スターッと落ちるから、フリーフォールって、あ、はいはい、物がこう浮くじゃないですか、うんうんうん、そういう感じで体が浮いて、あ、このエレベーターかーみたいな、
外れ引いちゃったみたいな。ああ、はい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 、はい、落ちる時の浮遊感とかもあるやつ。はいはい、ふわっとね。うん、何なんでしょうね。あるんですかね。あるのか。ないのか。なんでさ、その、ね、その街ね、知らないけどある街ね。そうなんですよ。あり、リアルにありそうですけど、でも見たことないんですよね。テレビかどっかで見たやつなのかな。かもしれないですよね。行ったことないけど、ちょっとしたものが頭に残ってる可能性もありますもんね。うん、不思議ですね。だってデジャブじゃないけど、はい、あれこの展開あったな。うん。うん、とかもありますね。ありますね、デジャブね。リアルなのでね。はいはいはい。これ何で体験したんだっけみたいな。思い出せます、その時。あ、思い出せないです。あ、ですよね。あれ何なんでしょうね。あ、これ知ってるわとかなりますけど。不思議。不思議ですよね。ね、初めてのはずなのに、うん、初めてじゃない気がするんですよね。そう。幽霊とか、もう怪談もそうですけど、なんか分からないこととか見えないものの話が多いじゃないですか。うん、だからそういうのが好きやから、いつか解明されるかもしれないですけど、なんか解明されんでもいいなって思います。この曖昧な感じが好き。人間の脳の感覚ってね、この夢で、うん、例えば耳元で起きなきゃいけないよみたいなのをおばあちゃんに言われた夢で、うん、なんか耳、ついさっき耳で聞いた感じがするみたいな感覚とかも、うんうん、夢の中の感覚をそのままこう延長しちゃうみたいな。例えば当時付き合ってた彼女とそういうホテルで泊まってて、うんうん、寝てて、で足元のところで何か当たったと、うんうん、壁じゃない何かが当たったなと思って、うん、見たら壁しかないとかね。ああ、多分有名なんですよ。夢だと思うんですよ。そっか。でも、もしかしたらお化けかもしれないじゃないですか。そうですね。うん、立ってる人 の、うん、膝から下ぐらいのところが当たったような感じだったけど、うんうんうん、夢うつつだから夢かもしれないよな。はいはいはい。絶対でも当たったよって。うん、当たったのだけは絶対だよ。うん、でも、当たった感覚の夢かもしれないですよね。ギリギリまで夢で見てて、うんうんうん、っていうかもしれないし、でも、ね、そういうのの延長かもしれないですよね。うん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 、ですね、そうかもしれないですね。うん、すごい怖いの余韻が。怖い夢って見ます結構。怖い夢はそんなにしょっちゅう見ないですけど、もう年に数回見てるかなくらいですかね。でも大体忘れちゃいますけどね。あ、怖い夢、うん、僕怖い夢もあんま見るの好きじゃないんですけど、はいはいはい、ただで体感できるお化け屋敷的な気持ちでいるようにしてます、メンタル的に。ただ僕その役者が脅かしてくるお化け屋敷めちゃくちゃ怖くて嫌なんですよ。意外いけそうですけど、海岸さん、うん、はいはいそれねとかならないですか。すごいすごい嫌。意外。でこれからも名古屋を拠点にされるんですか。そうですね、うんうん、名古屋だよな。名古屋だよな。もう、はい、でも来年ぐらいからは、うん、今年はある程度その賞金とかもあったんで、いろんな地域でいろんな人と絡ん でもしくは名古屋に、まあ、賞金も兼ねあのも使ったりで呼んだりとか、はい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 、っていうののイベントをやりましたけれども、 ある程度、ね、次の年は絞っていかないとなとは思いますね。賞金300万でしたよね。うん、ね、すごいでしょ。優勝賞金ね。優勝賞金ね、300万ですよ。そのいろんなのでその1位になるっていう経験があんまない人間だったんで。意外ですよね。陸上競技で、はい、中学校 200m で札幌市で2位っていうのがあったんですよ。うん、普通にすごいんですよ。一応決勝のところに行って、うん、ギリギリその
0コマ何秒差で負けとかなんですけど、やっぱ1位と2位でやっぱ違うんですよね。なるほどな、なるほど、すごいんですけどね、やっぱ1位か。そういうのが結構多くて、はい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 。その後ボウリングにハマって、はいはい、ボウリングやった時も、はい、意外それも2位だったんですよね、はい、ラウンドワンっていうのも結構、はい、新人が出れる大会みたいなやつで、へえ、そこのいくつかある店舗の代表みたいな、新人の中の代表みたいなのに出たけど、はい、それも何ポイント差とかで2位とか、2位がすごく多くて、うちの親も詩吟の全国大会で2位なんですよね。だからまあ2位の家庭なのかな、家計なのかなって。だ最強戦だって2位ですから、ね、はい、あの私階段T1 の予選の時に初めて怪談師さんが練習してる姿を見たんですよ、うん、あの楽屋あったじゃないですか、うん、で私初めて行ったからすいちょこんって座ってみたいな感じだったんですけど、あれ皆さんあれですね、もう個々で壁に向かって喋る人もいらっしゃれば、座って喋ってる人もいれば、で小声で喋るっていうのがあのベースのやり方なんですね。じゃないですか。僕はその日に1回必ず通しで普通にやるっていうのはルーティーンで持ってますね。それはご自宅で会場で、例えば、うん、前乗りしてホテルで朝やっちゃうとか、で本当はそれをちゃんとやりたいんで、うん、前日入りしたいんですけど、やっぱ金銭的なこともあるじゃないですか、うん、そうですね、ギリギリまでその、はいはいはい、別にその有給取ってやってるわけじゃないので、僕個人事業主だから、やらなければやらなかっただけそのお金が減るんですよね。はい、そうか、あれですか、ウーバーイーツをやってるんですか。ウーバーと出前館を車でやってます。らしいです。岐阜で頼んだら会えるかもしれないってことですか。うん、そうですね。らしいです。岐阜の方完成しました。ちょっと見ていただきたいんですけど。わあ、すごい。どうでしょう。ですね、イメージさせていただきまして、後であの写真をねここにちょっとポンと貼らせていただいて、かっこいいですか。あっ、一安心一安心。 YouTube チャンネルありますもんね。ありますあります。一応ね僕10万人目指すって言ってるんですけど、そう10万人って難しいですね、なかなかね。もうすごい数字です、10万人は、うん、でも7万人ですね。やっと7いったんで、うん、私も10万人目指してるんで、うん、私は10万人目指してるんで、うん、あの、イジヤさんのやつ概要欄貼っとくので、あの、見てください。あの、めっちゃ見てほしい。めっちゃ怖いから、うん、怖いの苦手かもしれないけど、一回ちょっと皆さん見ていただいて、うん、感想ね。ショートとかね。あ、そうですね。1分間のショートのやつとか、まだ見やすいと思うんで。いいですか、うん、ショートの方が入りやすいですか。うん、うん、入りやすいと思います。じゃあ、ショート見ます。簡単に見れるんでね。サクッとね、サクッと怖いのをちょっと吸収していただいて、うん、チャンネル登録してください。はい。今日はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。バイバーイ。